ジンギスカン、料理、ジンギスカン、ジンギス汗は、マトン、西洋肉や、ラム、小羊肉などの洋肉を用いた、日本の焼肉料理、鍋料理に分類されることもあるが、調理方法は、鉄板料理の調理方法である。一般的には、北海道を代表する郷土料理とされるほか、岩手県東を農市、長野県など一部地域でも、盛んに食される。 中央部が突型になっているジンギスカン鍋を熱して、羊肉の薄切りと野菜を焼き、羊肉から出る肉汁を用いて、野菜を調理しながら食す。使用する肉には、調味液漬け込み肉の味付け肉、冷蔵、チルド肉の精肉、冷凍肉のロール肉がある。期限については、俗説で、かつてモンゴル帝国を率いたジンギスカン。 ジンギスカンが遠征の陣中で兵士のために作らせたと説明される場合もあるが、実際にはモンゴルの料理とはかけ離れている。また羊肉を用いる中国料理としては、精神料理のカオヤンロウという羊肉料理があるが、これも日本で食べられているジンギスカンとはほど遠い。ただし、ジンギスカン料理の起源自体は中国大陸にあると言われ、日本軍の9万州。 現中国東北部への進出などを機に、前述のから着想を得たものが、日本人向けにアレンジされ、現在のような形式となったものとみられる。料理の命名には、諸説あり、源義経が北海道を経由して、モンゴルに渡って、ジンギスカンとなったという伝説、義経イコールジンギスカン説から想起したものであるとも、言われている。命名した人物として、 東北帝国大学の家大学、北海道大学の前身出身で、1932年の満州国建国に深く関わった小前徳造が、1912年、大正元年から9年間の南満州、鉄道社員時代に命名したもであるとする説があり、この説は全日本市中し協会北海道本部相談役の日吉良一が、 北海道開拓経営家の塩屋小作の談は、冗談をもとに、L、アートクーリーネアモデルヌに1961年に投稿した、エゾビン世紀近く汗料理の名付け親や、小前徳造の娘のマスノが1963年、昭和38年に発表した、エッセイ、父とジンギスカン鍋が根拠となっているが、いずれも後の伝聞によっている。日本では、 明治時代から北海道で肉用を含めた綿用の飼育が行われており、1918年、大正7年に、軍隊、警察、鉄道引用制服の素材となる、羊毛時給を目指す、綿用百万頭計画が立案されたことで川や札幌の月寒など全国5カ所に種羊場が開設された。このため北海道は1924年、 大正14年の時点で全国の42.7%が飼育される最大の飼育地となっていた。計画の早期実現のために羊毛のみならず、羊肉をも消費させることで、農家の収入増加と飼育等数増加が期とされ、その流れの中からジンギスカンが出現したものと考えられている。しかし、当時の日本人には羊肉を食べる習慣がほとんどなく、日本で受け入れられる。 洋肉料理を開発する必要に迫られ、農商務省は東京女子高等市販学校、お茶の水女子大学の前身に料理研究委託している。世紀近く、汗鍋、ジンギスカン鍋という言葉が初めて掲載されたのは1926年、大正15年の素人にできる品料理で、品在住の日本人が命名したもので、本当の名前はという海料理とあり、 当時のものは屋外で箱火鉢や鍋に焚き木の火を起こし上に金網や鉄の棒を渡して羊肉を炙り現地の醤油をつけて食べた原始的な料理としているこの説明通りであれば当初鍋は食品を加熱するためではなく火鉢代わりに使われたことになる1931年に三田百二が雑誌カテトモに書いた 洋肉料理という記事でも、洋肉猛焼きの別名の、正規近く、汗鍋は、本名式にはというと書かれていて、鍋料理ではなかったことがわかる。かつて国内町下佐五両牧場があり、皇室などに洋肉を出荷していた千葉県成田市三立家が、発祥地とする説もある。他にも、山形県蔵王温泉や岩手県東野市等がそれぞれ、上記の東京や北海道のものとは、 発祥を意味する独自のものとしてのジンギスカン鍋の起源を主張している。長野県長野市新州新町での普及は、免用の飼育が1930年、昭和5年に始まった後1937年、昭和11年に開催された料理講習会から始まる。羊の臭みを減らして食べやすくするために、地元名産の新州リンゴを使用した特別なタレに、羊肉を漬け込む。 ジンギスカン鍋が一般にまで普及したのは第二次世界大戦後のことと言われている。最初のジンギスカン専門店は1936年昭和11年に東京都杉並区に開かれたチンギス、ジンギス総トレル。北海道での営業としての最初の店は1946年に札幌にできた西洋圏である。2004年10月22日には 北海道遺産の一つに2007年12月18日には農林水産省の主催で選定された農産漁村の郷土料理100選で北海道の郷土料理の一つに選出されている2005年頃から2006年頃には BSE 問題による牛肉離れの影響に加え牛肉と比べ脂肪分が少ないイメージからジンギスカンはブームとなったしかしブームが 下火となった2010年頃には、オーストラリアやニュージーランドからの羊肉の輸入も大きく減少し、牛肉や豚肉の価格が下がった。羊肉は相対的に割高になり、特に国産の羊肉を使ったものは高価となったことから、北海道でもジンギスカン離れが指摘されるようになった。一方、中国の北京には1686年に、 開業した飯草や1848年に開業した飯草などが薄切りの洋肉と野菜を鉄鍋で焼いて作る現在のジンギスカンに類似した満足料理、精神料理のを提供している。後にこの方式が日本に取り入れられるようになったのか偶然似たのかは定かでない。調理には専用の鍋であるジンギスカン鍋が用いられる。この鍋は南部鉄器など 主に鋳鉄製で中央部分が兜のように盛り上がった独特の形状をしておりその表面には溝が刻まれている。これは盛り上がった中央部で羊肉を低くなった外周部で野菜を焼くことによって羊肉から染み出した肉汁が溝に沿って下へと下り落ちて野菜の味付けとなるとを意図した設計である。1950年代当時は北海道でも ジンギスカン料理そのものが一般に普及しておらず、精肉店がジンギスカン鍋を貸し出すなども言っていた。その後、北海道の花見や運動会、海水浴などで現在の形のジンギスカンパーティーが広まっていった。なお、鉄板や焼き網、フライパンなどで代用する場合もある。専用鍋には主に2種類がある。鉄、アルミ製で穴なしのものとスリット状に、 穴が開けられているものである。穴なしのものは味付け肉でもタレが落ちない構造であり、穴開きのものは主に七輪、炭火焼きで行われる、生肉用で余分な油を落とす役割を持っている。近年のジンギスカンブームにより、店舗オリジナルの鍋など様々なものが製造されている。専用鍋は鍋が焦げ付きやすく使用後に洗うのが面倒、数を揃えやすく片付けも、 簡単などの理由から、北海道では屋外でのジンギスカンパーティー等の場合を中心にアルミ製の穴なし缶ン鍋を使い捨てすることも多い。道内ではホームセンター等で100円500円程度の安価で販売されている。北海道岩見沢市で2015年、過去に使われた各種の専用鍋を、溝口正明北西学園大学短期大学部教授が集めた。 ン鍋博物館が仮オープン。施設博物館の形態で2016年11月には正式に開館した。岩手県東野市では、ジンギスカン鍋に専用の焼き台、ジンギスカンバケツを用いて調理される。東北地方のジンギスカンの定番品である。メディアでの紹介もあり、現在は北海道でもアルミ製で鍋付きのものが販売されるようになった。 前述のように、ジンギスカン鍋を用いる場合は、突如に盛り上がった中央部分で肉を焼き、低くなった外周部で野菜を焼く。観光名所となっている店舗では、調理の際の油バネ防止用のビニールもしくは、紙製の専用エプロンが支給され、それを着用して食するのが一般的である。ジンギスカンは、事前に垂れ、調味液に漬け込んだ。 味付けと味付けではない肉を焼いてからタレにつける生に大別される。ラム肉は味付け生の両方で好まれるがマトンはほとんどの場合が味付け肉として使用される。味付けジンギスカンは肉をスライスしタレに漬け込みそれを冷凍保存されて販売される。また味付けに使うタレも様々な調味料を組み合わせて使うことで多種のものが作られている。 生には、輸送、保管時に一度も冷凍されていない、冷蔵、チルド品とラム肉を丸めて冷凍したロール肉がある。区別するため、チルド品を生ラム肉、生マトン肉と呼ぶ。ロール肉は、通常はマトン肉は扱われず、通常厚さ1.5から2ミリほどにスライスされて販売されるため、ラムスライス肉と呼ばれる。 ジンギスカン専門店や一部の焼肉店では、生肉、ビール園では、生肉と冷凍ロール肉の両方が使用され、客が選択する。なお、冷凍された肉を解凍すると繊維が壊れるため、風味が落ちると言われる。現在では、様々なメーカーで製造されるほか、個人製肉店や焼肉店などでも、独自に製造、提供される。調味液には、醤油ベースが主で、 他に、味噌ベース、塩ベースなどがある。様々な香味野菜、果物を扱って製造され、それに肉が漬け込まれる。使用する肉は、ラム肉、マトン肉のどちらでも使用される。特に、マトン肉は、強い匂いがあるが味に、コクがあるため、臭み消し方法として利用される。また、一般家庭でも、市販のジンギスカンのタレを用いて、肉を漬け込み、味付け。 ジンギスカンとしても食される。利点として、冷凍販売の場合、タレが肉に染みて焼くときに硬くなりにくい点がある。洋肉の臭みを抑えて、食味を向上させる技術は、明治時代から色々試みられており、牛鍋などと同様に味噌を使うことは、大正時代までに知られていたが、改良が進んだのは、昭和時代からである。現在、タレは味付け、生ともに、 醤油ベースと味噌ベースのものがあり、主流は醤油ベースである。タレには醤油、味噌、砂糖、りんご果汁、生姜、ニンニク、ごま油などが配合される。市販されるジンギスカンの漬けタレも焼肉のタレと同様に多種多様存在する。北海道ではベル食品と空地の醤油ベースの製品が代表的である。また、青森県のタレメーカー、 上北農産加工が当初ジンギスカンのタレとして開発したスタミナ源タレは醤油、野菜、リンゴ、ニンニクを材料としており、現在は焼肉、野菜炒めなど多用途に使用されている。地域によって使用する肉の種類や事前に味付けをするか否かなど習慣、好みが分かれる。北海道では旭川市などの上川地域や岩見沢市や滝川市、 などの空地といった道央では、味付け、札幌市などの道央や函館市、室蘭市といった道南海岸部、釧路市などの道東海岸部では、生肉が主流だった。また、上川地区の富良野市では独特の豚人と呼ばれる豚肉を使った味付きジンギスカンも、あり、ジンギスカンは羊肉に限らないという事実もある。ジンギスカンで知られる店として、岩見沢市にある、 タレ付きジンギスカン発祥の店祭りを、長沼町の金、広ジンギスカン、札幌市のダルマなどがある。道内の観光地には牧場もないのにジンギスカン料理を売りにしているところが多くある。多くの観光地で今もジンギスカンの旗を立てているだけの店が多く、それらの店は地元のオリジナル商品ではない。しかし逆に地場生産を売りにする地域もあり、 市別市や滝川市など道内各地でサフォーク種などの羊を使用して地元に食肉提供している。観光名所となっている角ビール園の主流も生、ラムジンギスカンである。ただし近年では双方の地域でどちらの食べ方も浸透が進んでおり違和感なく受け入れられている。本州では地域別に分類することは難しい。関東地方では 生肉が好まれる。地方には独自のブランドを持った味付け、ジンギスカンのメーカーが存在する。北海道の他にも、本州では、岩手県の県北沿岸部や東濃市、山形県座王、長野県藩一域、同県長野市新州新町、鳥取県最白軍大船町の大船、岡山県和庭市の昼前高原、福島県石川郡平田村など、 局地的に増殖されている地域がある。また、千葉県富津市のマザー牧場や兵庫県神戸市の六甲山ホテルなどでは、創業以来、ジンギスカンが名物メニューとなっている。これらの地域では、花見をはじめとした宴会や集会の打ち上げなどで食べられることが多い。北海道では、アウトドアで行われる、焼肉がすなわち、ジンギスカンを刺す場合が多い。また、 ジンギスカンパーティー略して、ジンパの極も生まれ、森崎博之出演の松尾の企業 CM のキャッチコピーでも使用された。2006年頃には、全国的なジンギスカンブームがあり、関東地方などにも、急速に広まった。これは、BSE 問題、狂牛病が注目され、牛肉の需要が減少し、羊肉に多く含まれる L、L、ルカルニチン有物質が注目されるなど、 健康需要がその要因と言われている。2000年代後半になると外食でのジンギスカン専門店は減少したが、スーパーなどの小売店での羊肉の扱いは安定するようにな。北海道のジンギスカン店では羊肉しか提供していない場合が多いが、東京のジンギスカン店では大抵、羊肉を食べ慣れない客のために牛肉なども提供していることが多い。近年では、 北海道のビール園などでも、本州からの観光客を多く受け入れるために、洋肉以外の牛肉、豚肉、鶏肉や海鮮物を提供する店が増えている。これらに対し、ジンギスカン専門店を称する場合は洋肉のみである。長野県では、国道19号の一部を、新州新町、ジンギスカン街道と呼んでいる。多くのジンギスカン料理店が並び、 伝統的な漬け込んだ調味法の他にオリジナルな味付けの店など多様である。1982年昭和57年により味の優れたサフォーク種も飼育されるようになった。高知では第二次世界大戦の終戦直後の時期に羊毛を狩るための羊を食肉にも用いることが推奨されていた時期があり、ジンギスカンの店が何軒も開店した時期もあったものの、 一時的な流行に止まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。